た。皆さんこんにちは、玉勝馬荘の森下でございます。いつも大変お世話になっております。今日は片やっこちゃんと一緒にお届けします。この子今オーナー様絶賛募集中でございます。女の子よろしくお願いします。模様はね、背中にこうやって綺麗な模様が入っています。片やっこっていうのはね、ご存知のようにお顔がシンメトリーじゃない、アンシンメトリーね、こちらのお目目のところだけ黒がない、肩パンチのようなね、かわいいね、お顔になってます。こちらから見たらね、黒、こちらから見たらね白っていうようなね、このアンシンメトリーな可愛さがもうたまらないという、ちんちゃんでございます。まあね、今日は、1月の25日、木曜日、この子たち5週目になったんですけどね、片やっこちゃんどうでしょうか。オーナー様、もしご興味のある方がいらっしゃいましたら、この下の欄にね、概要欄に、ホームページが書いてございますので、そこからね、お電話をいただければ幸いに思います。その昔平安時代にね、藤原の道長という偉いね、貴族様がいらっしゃいました。まあ皆さん有名なね、この世の中はね、望月、自分にとって、満月であると、欠けたることもないということでね、まん丸お月様と、自分がね、この自分の人生の絶好調を照らし合わせてね、幸せを詠んだ、歌でございますけどもね、日本には昔からね、こういった何て言いますか、完璧を望む文化って言いますかね、シンメトリーな文化、左右対称にピシッとしたね、文化がね、尊ばれておりました。満月というのもね、まん丸で、完璧、こういうのをね、尊んだ、道長さんでございましたけども、藤原の道長はね、珍好きで有名だったのでございます。ただその平安時代の珍がね、果たして、今のような珍であったかどうかはちょっとね、文献がないので定かではございませんが、まあ耳が垂れていたことはね、ほぼ間違いないとは思うんですけれども、それから照明のない文化とかね、そういうところから見てまだ茶人はいなかったんじゃないかな、白黒の、垂れ耳っていうところぐらい、小さなそれぐらいの座敷犬をチンと呼んでいたんじゃないかなっていうのが、私の個人的なまあ意見なんですけどね。日本にはこのようなシンメトリー、完璧を尊ぶ文化とね、もう一つ、十三夜、あるいはね、まあ、三日月とかね、そういうわびさびであるとかね、少し完璧からもう少し外れたところのね、姿を尊ぶね、ところもございます。まあ、特にね、江戸時代に入ってからのね、まあ、戦国時代から江戸時代のね、お茶、お花、こういった、日本独特のね、なんて言いますか、美的文化にはね、完璧じゃなくて完璧から少し外れたところを見ながら完璧を見るという文化がございますね。例えば少し割れた茶碗に、ものの美しさを感じたり、十三夜三日月からね、満月を考えたり、それから片やっこから、往復のね、珍を見たり、アンシンメトリーからシンメトリーを見るって言いますか、まあ世界的に見れば
って言いますかね、少し、かけた、絶世の美女がね、もう少し花がもう少し高ければとかね、そういうお話がまああるように、ここがっていうところがね、一つ私たちの心をね、高めると言いますか、わびさび、物の哀れ、物のおかしみ、そして成長につながるようなね、そういう文化も合わせてあるのでございます。まあこういうね、片やっこちゃんのチンとかね、それから今流行りのレアカラーのね、ワンちゃんっていうのはね、そのもの珍しさだけじゃなくてね、そこのちょっと標準から少し外れたところからね、見る本物のね、美しさ、もちろんあの健康とかね、そういった問題は全くなく、これが唯一自分の個性であるということでね、この多様化をね、表したこれからの時代にね、今から何十年かはこういう時代になってくるんじゃないかなと思うんですけどもね、そういう象徴としてもね、私はこの片やっこっていうのは犬種標準だけじゃなくてね、これから少しね、見ていきたいと思います。うちにもね、ちみちゃんっていうね、可愛い片やっこの女の子いますけどもね、これから江戸時代じゃないのでね、こういった面白いね、チンならではの模様っていうのをね、私も楽しんでいきたいと思います。というところで、今日のね、チンちゃん子犬のね様子を皆様に、お伝えしたいと思います。チャンネル切り替えますので、このままよろしくお願いします。またね、いいねボタン、それからねチャンネル登録一つよろしくお願いいたします。それでは、今から今日のチンの赤ちゃんの模様をお送りします。はい、今日生後5週目のチンの赤ちゃんたちです。はい、シャナオーくん、シャナオーくん、はい、シャナオーくんです。お顔見せてください。シャナオーくん、しっかりした顔になってきました。尻尾プリ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 ってしてますよ。ポンちゃんはいるかな。ポンちゃん、ポンちゃん、お、ポンちゃん、尻尾プリ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 、お顔がちょっと下向いちゃってるかな。はい、お目目グリ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 、ポンちゃんです。ポンちゃん、はい、次ゆきちゃん行きましょう。ゆきちゃん、ゆきちゃん、まったりゆきちゃん、女の子、ゆきちゃん、ひょい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 、お顔見せて、まったりゆきちゃん、お目目クリ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 、お鼻もしっかり黒くなって、お目目まん丸になってきましたね。はい、ゆきちゃんです。で、さっきの片やっこの子、片やっこ、13や片やっこ、はい、片やっこの子は、顔見せて、はい、これが、片一方が、お顔が白いので、片やっこです。はい、これ、みんな、もう、やんちゃっこです。ポンちゃん、ポンちゃんどこだ、ポンちゃんは。ここにいるか。ポンちゃん、みんなお目目がだんだんこうまん丸になってきましたね。すごいな。いや、何も驚かしてるわけじゃないんですよね。こういうお目目なんですよ。生まれつきだぞ、生まれつきだぞねえ。藤原の道長が愛したチンはどんなチンだったのかな。とてもとてもここまで洗練されていると玉がつまそうのおじちゃんは思いませんけどね。今の方がずっと洗練されて可愛いと思います。今はもう江戸時代からのチンですよね。よいしょ、
そしてまたこれからどんどん良くなってくると思います。この子たちも毎日毎日様子が変わってきてます。耳の後ろの白い毛がねちょっと伸びたりしてますけども、またこれもね、黒い毛が伸びてくると模様が変わってきてね、また耳のところが真っ黒になってきたりすると思いますよ。でしょう。離乳食もね1日今4回食べてます。しっかり食べてね。まだお母さんのミルクも飲んでます。もう少ししたらね、予防注射のワクチンとかマイクロチップとかね、いろんな準備をね進めてきます。あ、そうそう、何よりねこの子たち全員ね、うんちがねトイレでできるようにほぼほぼなってきたんですよ。特にねあのこうやってって、教えてるわけじゃないんですけどね、お母さんのね、アコヤが教えてるんでしょうね、トイレ行ってね、うんちしてるようになってますのでね、私たちの手入れも少し楽になってきています。とはいえね、今離乳食の真っ最中なのでね、この寒い時、真冬本来のね、寒さが戻ってきてますのでね、お腹壊したりね、しやすい時期ですから、十分注意しております。じゃあ今日はそういうところでね、失礼いたします。はい、ありがとうございます。三重県も昨日から雪が降り始めまして、まあ今日今は、止んでおりますけども、やっと本格的な冬になってき、ました、いろんなね、交通災害が起こったりしているということも聞いておりますので、皆様お互いにね、十分注意して、毎日ね明るく、過ごしていきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。失礼します。